与田ツヨシ、ヨダツヨシ、ヨダ、ツヨシ、1965年12月4日隊は、福岡県北九州市生まれ、千葉県君津市出身の元プロ野球選手、投手、ウ藤美ミ内コーチ。現在は、中日ドラゴンズの監督。からまでの登録名は、与田武氏、読み同じ。配偶者は元 TBS アナウンサーの木場広子。アジア大学時代は、故障が多く、 登板機会はほとんどなかった。大学時代に右腕の血行障害を患い大学3年の時に手術したが、高校時代から投げすぎたために人差し指と中指の手のひら側の付け根に筋肉がついて手のひらの血管を圧迫していた珍しい症例だった。しかし、NTT 東京時代に時速1 5 0トルを超える高速球が注目され、 全日本代表メンバーに抜擢。1989年度ドラフト会議で、中日ドラゴンズが1指名で交渉権を獲得。当初は在京球団を希望していたが、後に契約金7500万円、年俸720万円、金額は推定で入団合意した。初登板は4月7日の横浜太陽ホエールズとの開幕戦。 同点で迎えた延長の11回表無視1、3塁のピンチでリリーフ登板し、2つの三振を含む無失点に抑えた。その後も抑えとして活躍し、6月1日にセリーグ新人選手初の2桁セーブを記録した。オールスターゲームにもファン投票で選出され、新人では当時最多となる31セーブを挙げ、最優秀救援投手のタイトルを獲得し、 新人王に選出された。8月15日の広島戦、広島市民球場では、時速157キロメートルの球速を掲示して、当時の日本人、プロ最速を記録している。その後、速球と、名前から、号球投手と呼ばれた。リリーバーを続けるうちに肩、肘への負担が、選手寿命を縮めるパターンに陥り、4年目以降は、 右肘痛のため思うような成績を残せず、シーズン途中に内藤コートの交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍。1996年は 2A メンフィスチックスに野球留学した。もう一軍登板できず、オフにロッテを自由契約となる。2、日本ハムファイターズにテスト入団。抑え不在だった。チーム事情もあり期待されたが、キャンプ終盤中を故障。 4月に有利軟骨除去手術を受け、プロ入り初の1軍、2軍通じて、当番なしに終わる。しかしシーズンオフの教育リーグで高騰し残留。10月2日のシーズン最終戦のロッテ戦に4年ぶりの1軍当番したが、自由契約となる。2、阪神タイガースにテスト入団。キャンプオープン戦で高騰し、当時監督の野村克也からもストッパー候補として、 名が上がった。しかし、オープン戦終盤、高騰した翌朝ベッドから起き上がれないくらいの腰痛に襲われる。この腰痛により戦線離脱し、結局一軍当板もなく、同年秋に戦力外通告を受け現役を引退した。2001年より2015年までは、NHK 野球解説者、東京中日スポーツ野球評論家の傍ら、 社会人野球チームサウザンリーフ市原の投手コーチを務めている。また、全日本女子野球チームの投手コーチも務めた。2009ワールドベースボールクラシック日本代表投手、コーチ、ブルペン担当として大会に連覇に貢献した。WBC では大差のリードがある試合でブルペンで待機していた投手陣にベンチに戻って応援するよう指示した山田久志投手コーチに対し、 何があるかわからないからと戻らなくていいと言って意見が対立した。2009年4月から2011年3月まで NHK サンデースポーツのメインキャスターを務めた。引退して解説者の仕事を引き受けた後、元アナウンサーの夫人から話し方や表情の作り方を丁寧に教わったという。10月10日に野球日本代表の投手コーチに就任したことが発表された。 11月13日に、背番号が92となったことが発表された。10月13日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍投手コーチとして就任したことが発表された。背番号は92。同年オフには、大久保博士元の監督辞任に伴って、立浪和義や山崎武史、橋上秀樹、佐々木和弘、斉藤隆史らと共に名前が挙がったが、 これは実現せず、ナシがマサタカが監督に就任した。2018年から二軍投資コーチに配置転換された。同年10月5日に来期の契約をしないことを通知された。2018年10月15日に2019年より古巣である中日ドラゴンズへの監督就任が決定した。背番号は92。コーチ陣はヘッドコーチに 伊藤つとむ打撃コーチに村上隆行、投手コーチは大学の先輩や和秀行を招聘した。12月18日に塩釜市内で講演し、今季終了後、中日の監督に就任したが、楽天からも来季のコーチ契約を打診されていたが中日からの復帰要請が先に入り、苦渋の決断だったと明かした。 最速時速1 5 7トルのストレートを持つ、速球派投手。肩幅が広く、現役を引退してからも肩幅について話題になる。肩幅6 0トルと報じられることもあり、ヨダよりも1 0ンチ以上身長の高いダルビッシュ有が、どうなってるんですか。その肩幅はと声をかけるほどである。NHK アナウンサーの広瀬智美は、私にとっては、安心感すらある。 この広い肩幅と形容して紹介したことがある。前述の4月7日の対対応戦での初、当番時にはホームでのクロスプレーをめぐり、保守の中村武志に激しいタックルをした、清水義に激怒し、乱闘寸前の騒ぎになった。また死球を与えてもなかなか頭を下げることはなく、6月22日の対横浜戦では、クレーンブラックスに体を背ける、 内閣球を投げた際にも、やはりヨダは謝らなかったために、ブラックスはマウンドまで駆け寄り、ヨダにパンチを浴びせ両軍入り乱れての大乱闘となった。その場で退場になったヨダ、ブラックスも退場はベンチに戻る際、グローブをベンチシートに思い切り叩きつけた。努力や頑張れという言葉が嫌いで代わりに昔から準備という言葉を使っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。